い、皆さんこんにちは、なみきです。はい、今日はここザ・サザンリンクスゴルフクラブに来ています。で、こちらのね、ゴルフ場はですね、2月27日より、ウームトーナメントリクナビネクストカップが行われる場所でもあります。で、今日はせっかくここに来ているので練習場で撮影していきたいなと思っているんですけども、今日はですね、こちらじゃじゃーん、ゴルフトゥデイさんの表紙にね、渋野日向子プロが載ってるじゃないですか。で、この中をね、見たところ、渋野日向子さんが実際にやっているドリルがあるそうなんですよ。それを今日は私も一緒にやっていきたいなと思います。で、大きく分けて2つありまして、まず1つ目、ハンドファーストをしながら上から打つっていうドリルなんですけど、まあ、渋野日向子プロはもともとね、アプローチにダフり癖があって、まあ、苦手だったらしいんですよ。で、それが治った、まあ、ドリルがまず一つ目こちららしいので、これをまずやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいんですけども、まあ、アプローチということで、まず私ね、52番ご用意しました。で、ポイントとしてまず1つ目、ハンドファーストをして上から打つらしいです。じゃあそれをまずやってみましょうか。多分こうダフり癖があるっていうことだから、こう立てて上から打ってハンドファーストにすることでダフらなくなる。それ一回やってみます。上から打ってハンドファースト、こういう感じですかね、上から打つって。確かにこれ上から入ってるからドンって当てる感じで、何球か打ちます。ハンドファーストにもなってるかな。ハンドファースト、あー、こういう感じか。なるほど、ハンドファーストで上から打つ。あ、確かにすごい、私もイメージしやすいですね。あと打ちやすい。ハンドファーストにして上から、確かに。あと出玉もすごいしっかりしたアプローチができてますね。これがまず一つ目のポイントです。上から打つ、今みたいに乗ると失敗しちゃう場合があるから、しっかりね。で、続きましてポイント2つ目が、短い距離でもこうやって手を使わずにしっかり体で打つ。で、あともう1個なんだっけ、あ、で、この両腕のね、ここの形を変えないらしいです。それが手を使わないにつながってるんですかね。やっぱり手を使おうとするとこうやって両腕と形って変わっちゃうから、こうして体で打つ、体で打つ、こういうイメージですかね。ちょっとやってみたいと思います。体で打つ、おお、なるほど。で、さっきの一つ目の上から打つでハンドファーストも継続しながら体で打つ。おお、本当だ。私今までアプローチ結構インパクトの時に緩んでた感じがあるんですけども、それがちょっとなくなった感じがします。おお、すごい、こんなに変わるんだ。え、すごい。これ皆さんもぜひやってみてください。ああ、なるほど、めっちゃいい。そして、はあ、ちょっと私もアプローチがこれでいい感じになりそうだ。こういうミスもありますよね。これをしっかり両腕変えちゃダメなんだ。これで変えちゃうとこうやってフェース開いちゃったりするからね、両腕の形を変えない、変えないで、おお、いいですね。確かに、確かに今私手でやろうとしちゃったですよ。今手でやるとやっぱりあっち行っちゃう、先に多分先行してフェースが開いた状態で帰ってます。確かに体でやっぱ打たなきゃだね、しっかり。おお、めっちゃいい球出ました。もう皆さん見ていて分かると思うんですけど、私が手で打った時とそうじゃない時だけで出玉が全然違います。すごい、
あ、これもちょっと手先行しちゃいましたね。じゃあ次短い距離。ほう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 。短い距離となるとね、手でやっちゃいがちなんですよね。これぐらいかな。もうちょっと私両腕動いてる気がするので、頑張って固定して。ああ、短い距離になると難しいですね。しっかり持って。ああ、今のは手に入りました。難しい。体で打つ、ちょっとイメージが。体で打つ、あ、こういう感じか。打つ、体で打つ、こういう感じ。よし、こういう感じだ。なるほど、できました。じゃあね、もう一つドリルがあるらしいので、そっちもやっていきたいと思います。はい、じゃあ続きましてはですね、片手打ちということで、左手でクラブを持って、お腹を右手で押さえながら左手でこうやって打つことによって、すくい打ち防止になるそうです。渋野日向子プロも今までそうあったらしく、この練習をね、欠かさず毎日やってるって言ってるんですよね、練習するときは。でも私ちょっと片手打ちができない。で、片手打ちするときに手で打っちゃわないで、体で打つ、体で打つイメージらしいんですよ。ちょっと私できてないですね。できてるかな。一回やってみたいと思います。腹筋を意識して体で打つって書いてました。腹筋を意識してできない。難しい、これ。腹筋、体。あ、で、なんか距離が短い、 10ヤードくらいから始めましょうって書いてたんですけど、できるから難しいな。うわ、むずっ。え、本当に片手打ちむずい。しっかり持って、ちょっと反動でクラブがフォローがぼやんってなっちゃってる。ああ、こういう感じか、イメージ。確かに、しっかり持って、確かに。私下手くそなりにもやってますけど、しっかり体打ちを先行してやったら、ちゃんと球には当たってくれます。これで手打ちになっちゃうと、もう変な球が出ちゃうんですけど。あ、ほら、先にここを意識すると綺麗な球が打てます。結構これしんどいです。あ、今手でやっちゃった。はい、で、今左手の片手打ちで、こうすくい防止のために今やってましたけど、渋野日向子プロは右手もね、右手の片手打ちもやってるそうなので、こっちもやっていきたいと思います。右手も同じくお腹で打つイメージ。あー、難しいな、手が先行しちゃう。あ、こういう感じですね。体で回していく感じで、なんか体が回ってるから、この形もね、変わらないって書いてありました。あー、難しい。おー、なるほど。体で打った時はちゃんと球がいい球に出てます。おー、今しっかり体で打ちました。腹筋を意識して。私利き手だからかわかんないですけど、右手の方が比較的やりやすいように感じます。もうほんと右手意識固定するイメージで、お腹だけで打つ。
と1球ぐらいですかね。こんな感じでやってみました。じゃあね、ちょっと今のドリルね、2つやってきたんですけど、まあ、それが実際活かされているか、じゃあ普通にアプローチをしてみたいと思います。おーおーおお、しっかり上から打つイメージで。ああ、こういう感じですね。お腹で打つ。おお。はい。はい、ということで今日はですね、渋野日向子プロの、ドリルをやってみました。実際私もやってみてですね、思ったのが、やっぱ片手打ちになるとできてないってことは、いかに両手でやっちゃってる、本当だったらこう片手打ちでもできるぐらいここの体を使わないといけないのに、いかに手でアプローチやっちゃってるかっていうのに気づけたので、まあそこは自分の課題なのでね、今までの課題でもあるので、そこをね引き続き変えていきたいなと思いました。で、まあこうそうですね、私もこう自分で練習してみて一番感じたのは、やっぱ出玉が違う。今までやっぱりインパクトで私緩んじゃう癖があって、まあそれはずっとね言われてきてたんですけど、それがなかなかうまく改善できなかったんですけど、あの上から打つハンドファーストで打つ、このイメージだけで出玉も変わったし、しっかりアプローチできるんじゃないかなって思いました。なので、まあこれを機に引き続き自分の練習にも取り入れてやっていけたらなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで緩い感じですけども、皆さんもぜひこちら参考にしてみてください。でまた私にこういう練習やってほしいとかもありましたら、コメント欄の方にどしどしお寄せください。はい、ということで皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画も見てください。バイバイ。ガクさんだと思ったでしょ、違いますよ、ナミッキーだよ。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。バイバーイ。